はい、こんにちは。日本改革党元豊島区議会議員、くつだでございます。1ドル140円突破、25年ぶりの円安だそうであります。掲示板ではですね、左翼と誤毛と、あと頭が悪い人、がですね、悪い円安と、阿鼻叫喚、騒いでおりました。ネットの反応です。まだまだ行くよ。バンバン物売ろうぜ。日銀介入ラインは160円だろ。円安というよりドルどっぽ高、ドルだけ急騰してるだけ、冬は化石燃料が上がるだろう、まだまだ行きそう、海外資産が鬼のように上がってて、うまうま、日本はですね、官民合わせて海外資産を1000兆円以上持っております。外国の会社の株式であったり、土地建物であったり、あと著作権とかですか、著作権や特許なんかもろもろのお金を生み出す資産が1000兆円以上、官民合わせてね。で、円安だとそれらの価値が上がって円ですよね。それらの資産が毎年20兆円、利益を生み出してたとすると、まあ、半分の円安、1ドル280円とかだったら、それが40兆円になるって話ですから。現在の円安の背景は、ロシア、戦争やってから、通貨が上がっちゃう、の影響で、もろかぶりの欧米に空前のインフレ発生。特にヨーロッパはですね、ガス代、ガソリン代上がっちゃって、それらが上がると、全部の、ものが上がりますんで、まあ、電気量も上がる、生産、なんか生産するために、電気使ってないとこ、あんましないですから、全部上がるってことですよね。あと物、生産したものを運ぶのに、ガソリン燃やして車で運ぶわけですから、それが上がると、まあまあ輸送費が価格に、転嫁されますんで。で、インフレになってる欧米で、ニューヨークで、サラダ付きサンドイッチのランチ食べると8000円取られるそうです。驚きました、これは。各国がインフレを抑制するために金融政策を実施しております。インフレ抑制政策っていうのは、物の方が金より価値が高い状態がインフレ。なので、物の値段がどんどん上がっていく。これをですね、物より金の方が価値が高い。これデフレ。にする政策で、まあ、政策金利を上げるっていうのが一般的なんですけれども、つまりお金を使わないで持ってると、得になるようにする、で、むやみな支出を抑制するって話なんでね。物大なり金がインフレ、金大なり物がデフレ、デフレが続くと、まあ、結局デフレって経済規模縮小ってことですから、経済の衰えってことなんですけれども、まあまあ各国これやってるんですね。これによってですね、ドルとユーロが上昇しております。この各国の金融政策によって、金の価値を高めましょう。物よりもっていう話ですからね。円が安くなってるわけじゃなくて、ドルとユーロが上がってるってだけでね。テレビ新聞はこういう理由を一切説明しませんね。あとね、円安になっちゃって、日本は落ちぶれたみたいな、そんな話しちゃってますけどね。円安で苦しむのはですね、国産品、日本の製品に対して、安値アドバンテージがなくなる、中国や韓国の企業であります。そんな事情でですね、左翼と誤毛が悪い円安、物価高って掲示板で絶叫しておりますね。テレビ新聞も、円安は円安で、いいも悪いもねえし、あとは物価高って言ったって輸入品だけで生活しろって頼んでねえし、お米なんかはですね、円安円高の、影響を受けないじゃないですか。むしろ米、需要減で下がってる。値段が下がってる。そっち食えばいいんじゃねえの？小麦が上がった！自民党のせいで米食って農家支えろって。値崩れして、減反政策で補助金出して休校してる状態なんだからさ、米作んねてくるお金あげるからっていうのが減反政策でしょ。ね、みんなが3食米食うようになって、まあ、そんなことは不可能ですけれども、お米、
作ったら作っただけ売れる、いう話になると、休耕した田んぼも復活すんだねえの。外国から買うのが高くなれば国産品復活もあるしね。小麦とか大豆とか、これ国産小麦、国産大豆の割合が低いのはやっぱり高いからですよね。輸入品よりも、これ輸入品の方が高くなっちゃったっつったら、バンバン小麦作ってもバンバン売れるな、バンバン大豆作っちゃおうかな、こういうの理解できない頭の悪さを持ち合わせてないと、まあ、到底左翼はやってられませんな。帝国にとって円安はボーナスです。帝国を滅ぼした民主党政権が円高誘導した、これだけを取ってみても、あ、ダメなんだな、民主党が円高にした、あ、じゃあ円高ダメなんだなって理解できるぐらいじゃないと、中国韓国企業を儲けさせて倒産した日本企業は年間1万4000社、安倍政権に戻って半減いたしました、1ドル78円、空前の円高になっちゃってね、半導体大手の東芝系の LP だもこの時倒産しました。助けを求めた LP だに対して民主党政権の回答は、韓国から安く買えばいいでしょ、半導体なんて、っていうものだったんですね。この事実は長く語り継がないと、奴らの祖国は帝国ではない。民主党、民進党、今は立憲ですか？あいつらの祖国は帝国ではありません。外国です。で、日本企業に対してこの仕打ち、民主党がやったってだけで、あ、円高は悪いんだな、反対が正解なんだなって理解できるぐらいじゃないと、ダメですわね。悪い円安なんていうザレ事に皆様騙されねえください。以来ですね、日本は半導体市場の主役から脱落しちゃいました。その頃までは半導体といえば日本だったものを民主党にめちゃくちゃにされてしまいました。2009年テレビ新聞に騙されて民主党に投票しちゃった人は猛省をお願いいたします。この動画見てる方の中にもそういう騙されたって人、いっかもしれませんね。13年前のことだから反省の証としてですね、テレビ捨てて日本党員のメール党員になってくださいご登録、それで、許しますんで、横暴ですけどね。9月11日メール党員限定の、政治活動をやりますけれども、時間ちょっと変わりました。午後3時から5時の、予定であったんですけれども、2時から4時に変更いたします。詳しくはメールマガジンをご覧ください。っていうのはですね、昨日草加市に行って分かったんですけれども、政治活動やって分かったんですけれども、まあまあね、日が落ちんのが思ったよりずっと早くてですね、5時はもう暗い。まあ昨日は雷雨に突然見舞われたんで、そのせいもあったかもしれないですけど、これは9月11日のですね、5時までやったら暗いとちょっと活動やりにくい、っていう事情がありまして、2時4時に変更させていただきました。よろしくお願いいたします。靴沢佐太郎、私の父ですけれども、長男のくせに助太郎、佐っていう字は補佐っていうのに使う、ことから分かるようにですね、補うとか助けるとかっていう意味で、長男にはあんまり佐太郎ってつけねえんだけどなーっていう謎を残しつつ、炭鉱労働者として北海道で働いておりました。落盤や炭酸ガス中毒で死にかけたこともあったが、炭酸閉じ込められて炭酸ガス吸っちゃって眠くて気持ちよくなるって言ってました。あとですね、あばらにですね、大きな傷ありまして、熊ぐらいの石落っこってきて、危うく避けたのがかすった後ですね、靴沢佐太郎、若かりし頃、無事早期退職し、退職金で弱電部品生産工場を経営を始めました。福島県いわき市で、そんでですね、1980年代の貿易摩擦で1ドル250円から150円になり倒産いたしました。同時に脳卒中で杖生活にもなっちゃったんですけども、ですがその時から30年生きた、20年以上生きたんで、まあ、杖つきながらね、まあまあ健康ではいたんですけど、その他は、帝国のような内需国家は円安が有利なんですわ。
こういうわけで、私のあの実家も円高で潰れておりますんでね、帝国の内需率は 85%、 アメリカ 95%、世界2位であります。最もですね、鎖国してやってきそうなのがアメリカ、次に我が帝国というわけでしてね、自称公共放送 NHK 19時と21時のニュースとラジオを駆使し、兵役の義務がある韓国の国内では世界的に活躍する BTS の兵役を免除すべきだという声も出ていますと放送し、非難合々、ネットの反応です。 BTS の兵役免除を韓国国民が希望しているってニュース、 NHK でする必要あんの？これが日本の自称公共放送の代表的なニュース番組か。 BTS の兵役どうするかをなぜ NHK でニュースで取り上げる必要あるだろうか。テレビつけたら NHK で BTS のニュースやってたから、すぐテレビを消した。なんで NHK が BTS の兵役免除に関するニュースなんかやってんの？19時ニュースで BTS 兵役免除を扱うのはさすがにおかしい。こんなの日本に1ミリも関係ないだろう。台風の被害はどうでもいいのかよ。台風被害の方を放送しろってことですね。 BTS って何のことかわかりませんけれども、まあ韓国の嵐みたいなそのアイドルグループなんて、男5人5、6人わかんねえ、何人でもわかんないですけども、まあ免除された、 BTS が世論に押されて兵役免除されたら、大人らしく兵役に行った他のアイドルどもが浮かばれないんでは、不公平なんでは、まあ別にいいですけど、どうでも。番組内容についてのクレームはですね、窓口の NHK 視聴者センターが握りつぶし、番組作ってる NHK 放送局には一切届きません。これ両者の交流全然ない、まるで別会社って中の人言っておりましたんでね。前田会長になってから、それではちょっとさすがにいかんじゃないのということで、10人ばかし、人事異動で交換するようになりましたけれども、何百人何千人いるかわかんないですけれども、そんなの交流してますぐらいの話で一切届きません。なので NHK はですね、どんだけ自分らの常識が世間と乖離しているか気がつかない。以前にもですね、ニュースと称してサムスンのスマホ、ファーウェイのスマホの新製品の宣伝を長々公共放送自称でやっておりました。日本製のスマホはですね、どんだけ革新的に変わっても絶対放送しにくせにね、渋谷にある NHK 本部の駐車場にはしょっちゅう中国大使館の青ナンバーが、国葬後の10月2日渋谷で NHK 解体デモやります。NHK を信じて疑わない、特に高齢者に多いんですけど、 NHK 大好きっ子さん、たちに向けてですね、その方たちの反感、買わないようにスクランブルデモってやりますけれども、まあこれ実現すると NHK は崩壊しますんで、実質解体デモですね。皆様のご参加よろしくお願いいたします。天気いいといいなと思っております。松崎至る板橋区議員、この方苦労して共産党を離脱できた方、日本共産党は生活苦の人にも希望を持って生きていく力の源と称して新聞赤旗を月3497円で購読させています。これも一種の霊感商法ではないか。まあ生活が苦しくても赤旗買え、確かに言ってますね。さらに遺産の寄付も受け付けております。遺贈に関するお問い合わせ、つまり亡くなったら遺産よこせ、言ってるの、亡くなったら遺産を寄付してくれと頼むんかい、非難合々、ネットの反応です。まあ、まあカルトだな。家計が苦しくてもって本当に書いてあって驚いた。恐ろしすぎる。さらに党費を収入の 1% 取るという、低減税率の恩恵はちゃっかり受けてるし、試験ですけど赤ちゃんの紙おむつや生理用品が 10% で、粉ミルクとかね、新聞が 8% はおかしいって思ってたけど、そういうことか。これ赤旗じゃなくてズバリ政教新聞守るためでしょ。公明の抵抗で、自民がうんって言っちゃったんですよ、遠慮して。赤旗もちゃっかりこれの恩恵を
受けていると、新聞を 10% にしろ、一律に言っては言わないですけど、まあ、他が全部 8% に下げろと私は言いたいと思います。実質税率 48.1% の超重税をなんとかしないとね、子孫が将来に希望を持てませんよ。我々おっさんらがやがましく言わないとね。家計が苦しくても赤旗買って読め、遺産を寄付しろ、統一内部ではなんて言ってるか知りませんけれども、カルトそのもので大爆笑ですわ、共産党。共産党にお布施してね、不破鉄道の優雅な生活支えている皆様はご苦労様であります。そのお布施でですね、自分はいいことやった、功徳を積んだ、天国行ける、救われる、世の中良くしてるってような気がすんなら、まあどんどんどうぞ。なんなら生きてるうちに全財産寄付しても構わんし、その結果貧乏になっちゃって生活保護とかはやめてよね。赤旗と公明は統一と無関係っていうのは私信じます。だってカルトのライバルだしね。両党ともですね、統一信者がうち来てくれたかもしれないのにブリブリ、脱粉してますよ。憎たらしいはず。脳みそ健常者はなかなか騙されませんしね、そういうのにね。何度でもオレオレ詐欺に引っかかるような騙されやすい人は貴重ですから、各カルトが競って、争奪戦やってんじゃねえか。つまり共産党と公明党は統一が憎くてたまらない。お客さんうち来てくれるかもしれないのに、商売敵というわけですよね。というわけで、メール党員さん大募集であります。地区支部長も、募集しております。詳しくは動画説明欄、コメント欄、もっと見るをクリックして、ご覧ください。よろしくお願いします。デトックスジャパン。